プリントしたのは、まあ、T シャツは何回か作ったことあるんですけど、生でこう現物作ったの初めて。ウェルター級の国内の選手元気ないんですよ。前に出てこないんですよ。正直言ったらそういった部分ではなんかこうムカついてる部分もありますよ。お前ら全員地味やねんっていうところはありますよ。ライジンのね、あのライト層のファンは花がないとか、あの全然知らんとか言うけど、やっぱ出えへんことには知ってもらうこともないしね。まあそれを僕は戦闘機ってやっていくっていう決意でやっぱ動いてるんで、目標はやっぱベルトっすよね、うん、同世代のやっぱ人らに年齢なんて関係ないんやでっていうところで表明していくっていうのがモチベーションですね。こっちなんで、どうぞ。こちらにはいつ頃からお住まいになられてるんですか？東京来たんが30歳ぐらいですね。だからもう何やかんや10年ですね。あ、10年。まあ10年の間ちょっと大阪に戻ってる時もあったんですけどね、はい、まあ、USC の初期最初の時代は大阪でしたね。で今は東京と大阪行き来されてると思うんですけど、はい、どれぐらいのペースで？だいたい2週間ですね。だから月の半分が大阪、はい、東京みたいな感じで、ちょうどもう明日大阪帰るんですけど、ね、すごい大変じゃないですか、行ったり来たりっていうのは。いやもう慣れましたね。なんやかんやね、もう二重生活してるから、ずっと、はい、まあ、大阪でも家庭があるから、でこっちも生活あるから二重生活で、なんやかんやお金もかかります。練習の質の違いだったり内容だったりっていうのは結構あるんですかね。まあ一番はやっぱ練習相手、大きいサイズの選手が関西には少なくてもうほぼいないんですよ、はい、でもこっちに来るとやっぱ同階級と僕より大きい選手もいてるっていうことで、まあ、それが一つのポイントなんですけど、あとはもうコーチですね。コーチが東京にいてるんで、はい、まあ、そのコーチとの練習、はい、まあ、特にボクシング練習、今はそこに、はい、あの重点を置いてるんで、まあ、そこを大事にしてますね。もともとはその大阪で活動してて、結局東京で試合したくても交通費と、やっぱり実際東京で試合するってなったらお客さん呼べないじゃないですか、まあ、そういうのも含めて東京で試合するチャンスがなかったんで、それやったら東京にいたら拠点を置いて、まあ、活動してやろうと思ってっていうのがことの発端ですね。やはり家族と練習両方とも大事にされるので。そうですね、まあでも家族にはだいぶ無理聞いてもらってますね。もう大阪戻っても実際大阪でやらなあかんこととか結構溜まってるんで、まあ、戻ったら練習とそれを結構バーって入れるんで、家族との時間がもう結局日曜日しかなくて、だから月で言ったらもう2回しか家族の時間ないんで、全然時間はないですね。今から向かう場所はどちらへっていう、はい、今日はね、あの LDH のジム、世田谷にある X ファイトに向かって、今日はあの試合前の選手、米田選手って言ってるんですけど、うん、まあ、その選手の試合最後のガチの練習に練習パートナーとして今日は練習させてもらいます。ストラッサーさんのそのなんか、なんていうんですか、キャリアの積み方とかも人と違うじゃないですか。そうですね、僕やり始めたのが24歳で、まあ、ほんまにド素人の状態から始めたんで、まあ、コブラ会入った時も何の根拠もないんですけど、1年でプロに上がるっていう決意でコブラ会の門を叩いたんで、でそこでまあ練習参加して、まあ、先輩に花澤大輔さんでおったんですけど、まあ、花澤さんの後ろでもう同じ練習こなして、それで3ヶ月目でパンクラスのアマチュア大会に出場したんですよ。早いですね。もう入って1ヶ月目で、あの2ヶ月後に大会があるってことで、もうそれ絶対出ようと思って、でも僕のケツで言ったら1年でプロになるって決めてたから、もう早く試合出ないといけないっていうので、もう練習しまくりましたね。はいはい。まあ、運よくね、アマチュアデビュー戦は腕十字で勝つことができてね。すごいですね。なぜか分からないですけどね。ファイトスポーツやってなくて、スケート、はい、あの、あれですね。
スケボーのプロだったんですよね。いや、スケボーの言うたら、まああの、はい、ショップにスポンサーしてもらうぐらいですね。スケボー7年ぐらいやってましたね、はい、他にいないですよね。まあまあスケーターから MMA はなかなかいないですよね。でもあの USC のロックホールドとかはもうスケボーとかもめちゃめちゃうまいですからね、はい、でもスケボーはねバランス感覚あの補えるんで、まあ、めちゃめちゃいいですね。階級もあって、はい、まあいるポジションもあるから、はい、相手選びが簡単じゃないじゃないですか。そうですね、はい、選手も少ないし、そのストラッサーさんの見合う相手って言ったら、はい、そこっても外人入れなきゃちょっと回んないのかなっていうのは僕は日本で思っちゃいましたね。はいはい、まあ、でもねそのウェルター級の国内の選手、はい、元気ないんですよ。あ、前に出てこないんですよ。それもあると思うんですよ。だから正直言ったらそういった部分ではなんかこうムカついてる部分もありますよ。お前ら全員地味やねんっていうところはありますよ。前にもっと出てこいよっていう、そういうのがやっぱこうみんなでやっぱ上げていかないと、まあ、それを僕は戦闘機ってやっていくっていう決意でやっぱ動いてるんで、チャンスが来るのを僕はじっと準備して待ってる。あ、はい、知名度とかクラス関係なく、はい、お前はファイターだったら前に出てこいと。そうです、はい、あとライジンのねあのライト層のファンはなあの花がないとか、はい、あの全然知らんとか言うけど、やっぱ出えへんことには知ってもらうこともないしね、うん、まあ、その人に対してムカついたりあの憎しみ持ったりしないですけど、はい、そんぐらいの反骨心がないと、はい、やってられないですよ。すごくファイターとしてはいいことじゃないですか。いやでもそういう気持ちがないと僕はもう引退ですね、やっぱ現役できないですね。それが僕の原動力になってくるんで、はい、その熱い気持ちっていうか、はい、冷めたらやっぱもう戦えないですよ。なんか自分の中でやっぱこうドラマを作るんですよね。やっぱ人間って生きていくことってやっぱ自分のことを肯定していくように、やっぱそれを何か物事起きてもやっぱそれを肯定できるようにやっぱ前向きに持っていくようにすることによって、なんか希望が持ってたり目標が持ってたりすると思うんですよ。それが持てなく前向きな発想がなくなってしまうと、ファイターとしては僕は厳しいかなって思いますね。まあ、人生通してですけど、日本人のウェルター級全部に宣戦布告ってことですね。そうですね、俺の首借りに来いよって感じ。いや、ほんまそうですね。なんか昨日僕寝るときにそのことについて頭の中で考えとったんですよ、ベッドで。それを考えたときにやっぱ日本のウェルター級の選手ほんまに大人すぎるなと思って、だから結局あの誰もプロモーションなんかしてくれへんねんっていう話なんです。自分でせやっていう話なんです。僕はもうそうやって20代自分で常にプロモーション自分の売り方っていう部分で考えてやってきてるから、ね、だから USC に対しても売り込むときにどういう風なやり方が一番いいのかっていう自分の戦略、そんなのめっちゃ考えて動いてたんで、ただ僕らあの時は格闘技あの氷河期やったんで、やっぱ国内のメジャー団体がなくてやっぱ目指すところは USC しかないっていうところでやってて、今はやっぱ国内にライジンっていう団体があるんでね、今は国内で試合してみんなに知ってもらう、ストラスター・キーチを知ってもらう、それを自分の実力を証明するっていうところに結構モチベーションを持ってますね、うん。僕でも30歳ぐらいですね、10年ぐらい前ですかね。あら、10年ですね、はい、10年ぐらいか、門前仲町のね、はい、話術研修会東京道場っていうところですよね。そうですね、 はい。でも確かね、岡部さんが USC 行く前に一度コブラ会に来てくれたことがあるんですよ。はい、ありましたね。もうその時僕もう
お上優心やみんな来たみたいな感じで僕ら多分10、15人ぐらい、はいはい、もう連続で岡上さんに全員ぶつかり稽古で、はい、みんな来ましたね来たなあの時いやすごいみんなあのやっぱ三島さんのね皆さん弟子なんで三島ど根性の助さんのねだからみんな力がめちゃくちゃ強いのよでやっぱこの四つ組三島さんの得意なこのクラッチしてぶん投げるっていうこれはやっぱりみんな受け継いでるからみんな組んできて僕でかいのにみんな軽量級の子とかもいるのにみんな組んできてがっぷり四つで勝負してくるっていうそれみんなやってくるっていう恐ろしい軍団恐ろしかった本当にあ、いいですよ、まあ、僕はね、やっぱ岡見さんやっぱ世界でやっぱトップで戦ってきている選手なんで岡見さんを基準にやっぱこう自分の実力とかそういうのを測るようにはしてますね、まあ、みんなそうだと思うんですけどね失敗を繰り返しそしてそこトライしてあのこれが正解なのかなって思いつつもやりながらもやっぱり正解じゃなかったりとか、まあ、そういった繰り返しをね、まあ、みんなして、まあ、だけどこれがやっぱ正解だろうっていうのを、そこ一つを定めて、やっぱ練習していかないと進んでいけないのでね、まあ、そこを、なんだろう、まあ、一応、経験者として、僕が伝えれる部分は、皆に伝えて、この道に、まずまっすぐ歩いていこうっていうふうに、まあ、体と言葉で伝えていけたらなっていうふうには、思いを持ってみんなと練習をして意識をしてます、はい、確かにまあまっすぐですよねストラスターさんは本当にストラスターさんのセコンドについても戦ってる姿も間近で一番見てますけども本当まっすぐですね気持ちがそこのスワスワさんの気持ちはぶれないですよねやっぱそこは見てても本当すごいなって戦いに対して恐怖心もねすごい感じてるしそれもすごい伝わってくるんですけどその恐怖心に対して真っ向からね勝負しに行ってるっていう気持ちがセコンドの目から見ても感じてくるんでだから本当ね僕もストラスターさんのセコンドついてる時はね本当一緒に戦ってる感じなんですよね。その恐怖心と、はい、スラスターさんがもう真っ向から勝負しに行くっていう、まあ、相手もそうですけど対戦相手に対してもまっすぐだけどそのスラスターさんが持ってる感情とも真っ向から勝負しに行ってるなってそれが伝わってくるんだね自分もその一緒になって戦ってるっていう、はい、だからすごい力が入りますよ本当にもうね本当すごい力が入る、はい、普段から練習ではすごい緊張感を持ってスパーリングそうですねやっぱその練習を取りに行くやっぱいい状態でその練習を上がるスパーリングを上がるっていうところに集中するとやっぱどうしても緊張しますよね試合っていうふうにの感情をね近づけた練習っていうのは大事だと思うのでね試合が決まってる選手は試合と同じような気持ち、モチベーション、緊張感を保った状態で自分の実力がどれだけ出せるか、それ勝つか負けるか、それがすごい直結でね、試合にしてくるので、まあ、だからどんな練習よりも一番厳しいけど、苦しいんだけど、返ってくるものがたくさんあるんじゃないかな、まあ、あとね、僕もやっぱずっとやり続けてて、セコンド岡部さんにもついて回ってるんですけど、やっぱその岡見さんってやっぱいろんな選手からセコンド頼まれることが多くて、でも何よりね、その岡見さんがいてくれたら、もちろん技術的な部分もそうなんですけど、やっぱ安心、身を任せで預けれるんですよね。そこってね、やっぱすごい一番大事なところで、そうやって積み込んで支えてくれる、誘導してくれるっていうところで、もう本当に信頼僕してますね。いや、もうありがたいからね。ジーニーっていう C シャバーで、はいはい、僕の知り合いが最近
好作っておしゃれだから行きましょうってそらささを誘うっていう隠れ家的な感じでいいですよね。めちゃめちゃいいですよ ね。こういうテラス席がねおしゃれやから癒されます。 YouTube の更新ぐらい全部一人でやってるじゃないですか。 YouTube そうですね、一人でだから YouTube もやって僕まだ1年半ちょいかな、やってよかったな思ってるんですよ。で僕もこの2年間ぐらい試合しなかったん で YouTube っていうツールでやっぱ自分が活動してるっていう部分 で日本の格闘技って強いプラスやっぱ会見とかやっぱ見せ方っていうのも絶対大事になってくるんで、まあ、そこでは YouTube でだいぶ成長させてもらえたかなと。今まで強さだけを求めてやってきて USC とかも行って、でも強さ以外の格闘技の試合以外のところのでもちょっと見せれる自分はレベルアップしろかなと思います。猫の保護活動とかやってるじゃないですか。あ、そうですね、はい、はい、今後ももちろん続けていくんですよね。いや、もちろんですね、はい、はい、ただ僕もね、その、まあ、猫に関してはいろんな意見があるから、でも、まあ、自分の関わってる猫に関してはやっぱ積極的にやっていきたいなと。ただ僕もね、本業がファイターやから本業メインにまずは頑張っていこうっていうのは思いますけどね、うん、まずそこを本末転倒でファイターやってるのにそっちに意識行きすぎて、なんかいろんなメッセージもらって猫のこと でちょっと病んでしまったりとかする時もあるんですよ。やっぱファイターでしっかりもっと知名度上げたところで猫たちにフォーカス当てれたらいいかなと思うんでね。海外メジャーと日本の違いみたいなのをちょっとストラッサーさんの口から聞きたいなと思って。まあでも、まあ、自分が感じているのはまず団体としてのやっぱメディアの UC は特にメディアの数が違いますよね。プロモーションも違うしレベルが高いですよね、うん、あと日々どんだけあの格闘技と向き合って自分に嘘つかずに取り組んでるかでやっぱ気持ちの強さも変わるし、やっぱ絶対目標を決めてそこに行くっていう、そこがブレたら海外では勝てないですよね、アウェーやし。でもただね、技術得たからって試合で勝てるかって言ったらまたそれは違うし、やっぱ今あるもんをどういう風に組み合わせていくかでその全部を得ることはやっぱ厳しいんで、やっぱ切り捨てしていかなあかん部分はしていかないといけないんで、やっぱこう自分に今必要なものをやっぱピックアップして、まあ、そこをあの突き詰めたいなって思ってますね。今後格闘技を続けていく上での目標は何ですか。目標ですか。目標はやっぱベルトっすよね、うん、でもまあ僕ももう年齢今年40でまだまだ実力的にも落ちてないし体力的にも落ちてるとも思ってないんで、まだまだできるなと。同世代のやっぱ人らに年齢なんて関係ないんやでっていうところであの示していきたいし、僕も24から初めて24歳のど素人でもできるっていうところを証明するのにモチベーションもあったんで、それが今40歳でもできるっていうところを証明していくっていうのがモチベーションですね。